こんにちは、ココモのもろこしです。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はレギュレーターのファーストステージについてです。ファーストステージは一言で言いますと、タンクの圧力を中圧に変える部分です。タンクの圧力を中圧に変える部分であるファーストステージは、大きく分けると2つのタイプに分類されます。1つがピストンタイプ、もう一つがダイヤフラムタイプになります。ピストンタイプというのは、中に T 字型の、逆 T 字型のピストンと呼ばれるものが入っておりまして、これらが上下することで空気を流したり止めたりしています。ダイヤフラムタイプというのは、ダイヤフラムというゴムのシート、ゴムのシートとは言いましても車のタイヤぐらい結構しっかりしたものが入ってまして、それらが反対側にあるポペットというものと連動しまして、上下することで空気を流したり止めたりしています。で、またそれぞれにピストン、ダイヤフラム、それぞれにバランスド、アンバランスド、バランスド、アンバランスドというものがあります。この大きな違い、バランスド、アンバランスドというタイプの違いというのが、空気を流したり止めたりするこのピストンとかポペットがタンクの圧力の影響を受けるか受けないか、受けやすいか受けにくいか。バランスドというのは非常にタンクの圧力、残圧の影響、減ろうが満タンであろうがあまり影響を受けませんが、アンバランスドというのはバランスドに比べると、影響を受けるということになります。はい、これからそれぞれの構造と、空気の流れを見ていただきまして、実際にレギュレーターをご覧になられたときに、それがピストンなのかダイヤフラムなのか、カタログ上だけではなく実際いろんなデザインのあるレギュレーターを見たら、どっちがどっちかっていうのが判断つくようになっていただいて、で、海辺で調整が狂ったようなレギュレーターがあった場合に、それは調整が可能であるのかどうなのかということまで判断できるようになっていただければと思います。で、さらにはプロになられる皆様におかれましては、ぜひトレーニングを、積むことで、海辺でその場でレギュレーターのファーストステージを調整できるものはある程度できるようになっていただければと思います。さあ、それでは内容に入っていきます。まず最初に見ていただくものは、レギュレーターのファーストステージのうちの、さあ、絵で分かっていただけますでしょうか、判断していただけますでしょうか。これはピストンタイプになります。それからタンクの圧力の影響を受けにくいバランス度になります。はい、空気の流れを見ていきましょう。まずタンクをファーストステージにつなぎます。バルブを開ける前というのは、ピストンがバネに押されて下に寄せられてます。つまりここシールとオリフィスというんですが、ここの隙間が空いて空気が流れる状態にあります。はい、まずセッティングした時にはこの状態です。そして、2番目、バルブをオープンします。バルブをオープンしますと空気が流れ始めます。ファーストステージに入った空気はまず残圧系に直接流れていくことで、タンクの圧力が直接ゲージで読めるようになっています。200気圧であれば200気圧というふうに、ゲージで
タンクの圧力が読めるようになっています。はい、それからその他の空気の流れを見ていきますと、タンクから流れ込んだ空気は隙間を通ってピストンの中心を抜け、下側のこの部屋に溜まっていきます。もちろん同時につながれているオクトパスであるとかレギュレーターの方にも流れていきますが、通常はそこからフリーフローで流れていくことはありません。まあ、実際は瞬時に起こる、あっという間に起こるものことなんですけれども、この下の部屋の体積が1気圧から2気圧、3気圧と徐々に増えていきます。 4,5,6 と増え、10気圧ぐらいになる頃にはこの下の部屋の空気がピストンを押し上げることによってここが閉じることになります。ちょっと閉じた絵に描いてみます。こういうことになります。はい、ここで少し補足しておきますと、このタイプはピストンのバランス度というものです。ピストンが空気を遮断するときにタンクからの圧力の影響を受けてないということに少し注目してみてください。違った言い方をしますと、ピストン自体がタンクの圧力、タンクの空気を止めているのではないということですね。もう少し違った言い方をしますと、タンクから流れ込んだ空気が下の部屋で膨らむことによってピストンが押し上げられはするんですが、その押し上げられた結果空気が遮断されているということです。ピストンがタンクの空気を直接止めているのではないということですね。これがバランス度という、名称のゆえんです。もう一つ違った言い方をしますと、ピストンの動きはタンクの圧力が満タンであろうが10気圧であろうが、つまり減ろうが、ピストンの動きはタンク圧の変化に影響されないということです。ほとんど影響されることはないということです。よろしいでしょうか。はい、そして、バネの強さが、そもそもバネの強さですね、バネが負けて蓋が閉まるときが10気圧になるようにバネの力が設計されています。その後ダイバーがここの空間の空気を吸うことによって、はい、圧力が下がるとピストンはまたバネに押し下げられ、スペースが隙間が空くことによってタンクからの空気がまた流れ出すということですね。吸うことによって空気が流れ出すということです。よろしいでしょうか。はい、少し動きを連続的に見てみましょう。今空気が流れてます。はい、吸うのをやめるとピストンが持ち上げられ止まります。吸い始めるとピストンが押し下げられ空気が流れ出す。これがデマンドレギュレーターというものの特徴です。必要な時に必要な量の空気を供給するというのがデマンドレギュレーターということになります。さあ、それからもう一つだけ補足しておきます。中圧というのが一般的にカタログ上でもそうですが、ここですね、中圧というのが10気圧に設定されています。10気圧に設定されていますが、
深く潜ると周りの気圧が高くなっていきます。例えば20メーターに潜ると周りの気圧はプラス2気圧も増えてきますので、10という高い気圧に設定されててもですね、実質8気圧になってしまうという、これではよろしくないということで、バネの力に加勢する水圧が入ってくる穴がレギュレーターには開いてます。ファーストステージには開いてます。つまり水面では確かに中圧は10気圧なんですが、10メーターでは1気圧足して11気圧だということです。15メーターでは 11.5 気圧だということになります。では24メーターでは何気圧でしょうか。はい、12.4 気圧が中圧だということになります。ピストンタイプ、ここまでの、説明でお分かりいただけたでしょうか。バランスドじゃない方も、紹介しておきます。はい、こちらです。先ほどと大きく違うのはここです。タンクの空気を止めるのはピストン自体、ピストンが直接、ピストンが直々にタンクの圧力を止める構造、これがアンバランスです。はい、タンクの圧力が満タンの200気圧の時には、タンクから流れ出す気圧が高いですから空気の流れがいいです。ところが空気を吸っていて100気圧50気圧と減ってきた場合に、タンクがピストンを押し下げて入ってこようとする力が弱まります。つまり、バランス度に比べると若干ではあるんですが、中圧の圧力がアンバランスの場合は低くなるということです。多少低くなるということです。現在私の知るところでは、アンバランスのレギュレーターっていうのは一般に販売は、ほとんどされてません。ほとんどと言っておきますがされてません。一般的なレギュレーターはほとんどがバランス度のレギュレーターになっています。ピストンでの場合はバランス度になっています。もちろんダイヤフラムでも、バランス度のものが多いです。はい、さあでは引き続きですね、ダイヤフラムタイプ説明いたします。ダイヤフラムタイプです。これもバランス度アンバランス度がありますが、まずバランス度を紹介いたします。空気の流れは基本的に同じような流れになります。タンクから高圧の部屋に空気が入ってきます。さあちょっと復習っぽく応用っぽくですかね、想像してみましょう。今このポペットが空気を遮断している、空気を流している。さあタンクにレギュレーターをセットしたときどちらの状態だったでしょうか。どちらの状態でしょうかと言った方がいいでしょうかね。どちらの状態でしょうか。はい、3、2、1。答えはこちらですね。セットした状態では空いてる状態です。そしてバルブをオープンすると空気が流れ込みます。つまりこの上の部分が高圧の部屋です。ここが高圧の部屋です。
そして残圧計に直接その圧力を伝えます。入ってきた空気はポペットがスペースを空けてくれてますので下の部屋に流れ込みます。そして、レギュレーターであるとかオクトパスの方に流れていきます。そうすると先ほどのように、下の部屋の気圧が高くなっていきます。下の気圧が高くなってくるとダイヤフラムを下に押し下げようという力が働きます。そうするとポペットを持ち上げているこのピンがダイヤフラムと一緒に下がることになります。このピンを下げているのはポペットです。ポペットがピンを押し下げます。ポペットを押し下げているのはここにあるバネです。つまり負けたバネの力と、ポペットを押し下げるこのバネの力の差、その力の差が10気圧になるように設計されています。よしでしょうか。そして、ダイヤフラムが下に押し下げられた、こちらのように見てみましょう。押し下げられると、バネが伸びることによってポペットが押し下げられ、ピンも当然下がっているんですけども空気が遮断されるということです。そして、皆さんがオクトパスとかレギュレーターで空気を吸われた時には中圧が10気圧から987と下がるとまたバネがダイヤフラムを押し上げます。バネがダイヤフラムを押し上げますとピンも押し上げられます。するとポペットが押し上げられスペースが空いて空気が流れ出すということですね。同じくデマンドレギュレーター、必要な時に必要な量の空気を流す。吸い始めると瞬時にタンクから空気が流れ始めるということです。よろしいでしょうか。それから中圧をここも10気圧ということでお話ししてきましたが、バネの力にさらに深さに応じた水圧がかかることで、ピストンの時と同様に5メーターであれば 10.5 気圧、12メーターのところであれば 11.2 気圧の空気が、レギュレーターとかオクトパスに供給されているということになります。はい、よろしいでしょうか。ここまで整理していただけたでしょうか。さあ全体の、ファーストステージのそれぞれの動きは今お話した通りなんですけれども、これで皆さんが実際のレギュレーターをご覧になられたときにピストンタイプかダイヤフラムか判断つきますでしょうか。その違いの違いを今から案内したいと思います。はい、まあ、よくあるバランスのタイプで言っておきましょうか。ピストンタイプとダイヤフラムタイプですね。ダイヤフラムタイプです、はい、ピストンとダイヤフラムタイプということですね。さあよく見比べてみてください。ピストンタイプというのは高圧と中圧の間にバネがあります。つまりバネに、圧力を増してくれるための水の取り出口はボディの真ん中あたりにあります。
それに対してダイヤフラムタイプは高圧と中圧の外にバネがあります。つまりバネに圧力を足してくれる水の取り入れ口は真ん中ではなく、底、まあ、上下逆につけてれば上になるんですけどもね、はい、そういったところに水の取り入れ口があるということです。つまり一目見れば、バネが外についているのか、中についているのかということでダイヤフラムかピストンかということが判断できるようになります。よろしいでしょうか。さあ、ここまで見てきました内容を整理しますと、ピストンタイプ、バランスド、アンバランスド、ダイヤフラムタイプ、バランスドタイプということで見てきました。今回アンバランスドタイプというのは触れてないですけれどもね、ここが閉鎖された空間でなく、ここに空気が入ってくるものはポペットですね。ポペットが圧力の影響を受けるのでアンバランスドというタイプなんですが、まあ、ほとんど市場にはございませんので、今回はそれはもう割愛させていただきます。はい、判断つくようになっていただけましたら、最後に一つだけ、補足いたします。冒頭申し上げましたように、現地でレギュレーターの調子が少し狂ったというときにある程度調節できればということではあるんですけれども、これは本当にそのトレーニングを受けられて、調整できるようになってからやっていただきたいんですけれども、予備知識としまして、紹介しておきますと、このファーストステージの構造というのがバネを抑えるこのダイヤフラムタイプですね。ダイヤフラムタイプのものはこのバネを押さえつけているここに大体のものが、ほとんどのものが、ネジがついてます。ネジです。つまりこのネジを回すことでバネの力を強くしたり弱くしたりすることができます。これどういうことかというとですね、例えばセカンドステージ、オクトパスでもレギュレーターでもいいんですけれども、フリーフローしてしまうという時ですね。フリーフローしてしまうという時には、2つ要因があります。考えられます。1つは、セカンドステージが調整が狂ってしまった場合。これはセカンドステージで直す必要があります。今回はファーストステージですから、そうではなくてですね。はい、ファーストステージの調整が狂った時ということで、ちょっとご案内したいと思います。ファーストステージの調整が狂った時。セカンドステージというのはそもそも10気圧程度しか空気が止められない構造ですから、フリーフローする原因がファーストステージにあるときには中圧の設定がですね、11気圧とか12気圧になったとき、これがフリーフローする原因となります。中圧が11気圧とか12気圧になってしまった場合にはフリーフローが起こってしまいます。ただ先ほど少しお話しましたように、ここに、バネの強さを変えられるネジがついてます。ネジを少し緩くすることでですね、緩くすることで、より早くバネが気圧に負けてポペットが閉まることになります。つまり逆の言い方をしますと、11気圧12気圧になるということは、ここに隙間が空いてるということも考えられるんですが、バネの力が、全体のバランスからして強いということで気圧が上がっているということになります。ですからバネを弱めてやればいいということになります。バネを弱めてやる、バネ自体は変わりませんから、バネを押してる、バネを締め付けているネジが強ければバネ圧っていうのは強く、つまり中圧は高くなるんですが、バネを押し付けているネジを緩めてやればバネ圧っていうのは弱くなりますので、つまりは中圧が低くなるということになるわけですね。
10から9は良くないですかね。12が、まあ、例えば10気圧になるとかいう感じですかね。まあ、ここは予備知識として、ここまでぐらいのお話にさせていただきますが、要はダイヤフラムタイプというのはネジを少し回すだけで中圧を簡単に変えることができるということです。最近はピストンタイプでも、この辺の構造かなりちょっと複雑ではあるんですが、思考を凝らしまして、中圧をある程度変えられるものが販売されていますが、実際にはあまりその、調整範囲というのがありません。ですので、現場で圧力がちょっと狂ったという場合に即座に対応するというのは正直ピストンタイプでは難しいです。まあ、そもそもどうして狂うかっていうことなんかもあるんですけどもね、その狂ったものをそんな調整で簡単に、直して潜っていいのかっていうふうに思われる方もいらっしゃると思いますが、そもそもここのシートっていうのがゴムでできてますから微妙に経年劣化的にへこむんですね。隙間ができやすくなるんですね。その部分をここで補ってやると、思っていただければいいと思います。どうでしょうか。車とかよくご存知の方でしたらね、ブレーキオイルが少し減ったらブレーキオイルを足すとか、そういった感じの、調整がダイヤフラムタイプでは可能だということです。さあ最後少し、話膨らみすぎたかもしれませんけれども、ぜひ お手元にですね、いくつかのレギュレーター、現物でなくてもパンフレット、もしくはパンフレットもなくても、インターネットとかでですね、写真とかがあると思いますので、そういったものからぜひ今の知識を踏まえてですね、よく観察していただいて、解説を見ずとも、あ、これはピストンタイプだとか、あ、これはダイヤフラムタイプだとか、あ、ここがネジを調節する箇所になってるんだ、あ、これはピストンタイプだから調節することはできないんだというふうなことを、見比べていただいて、機材に対しての、知識を高めていただければと思います。少し長い話になりましたが、レギュレーターのファーストステージについてお話しさせていただきました。最後まで、動画をご覧いただきありがとうございました。また、お役立ち情報としまして、こういった解説ページを載せていきたいと思っておりますので、またココモの動画サイトをよろしくお願いいたします。こういった解説を動画で聞いてみたいということがありましたら、ご意見、ご要望なども、下のリンクからお寄せいただければ嬉しいです。それでは、今回はこれにて失礼いたします。ありがとうございました。